皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、日銀についてお話ししようと思うんですが、昨日日銀の金融政策決定会合ありまして、植田総裁が記者会見でいろいろとお話をしたわけなんですが、はっきりしたことは、時期は明言してないものの、現在のマイナス金利政策、これは解除するということ、それからイールドカーブコントロールという、いわば価格操作ですが、政策金利を一定のところへですね、釘付けにする、イールドカーブコントロールというのがあるんですが、これもですね、やがてはやめていくと。それから、日本の株価を買い支えてきた ETF、日銀にしてみるとリスク債券ですが、これを買うのもですね、一応物価のターゲットが達成されたら、やめると、中止するというようなことが、主なお話だったんですが、最も重要なこと、いわゆる日銀が望むことは、この賃上げと物価が好循環して、うまくこの両方ともですね、うまい具合に進んでいくということがですね、一番望ましく、それを日銀が望んでるんだということなんですね。日銀というのは物価に対して責任があるわけで、そういう意味からしてですね、この賃金上昇と物価上昇ということは最も日銀にとってですね、重要なことで、日銀の金融政策というのはこの目標にですね、向かわなければならない、向かうんだということを、これはですね、黒田総裁の時から、また今回の植田総裁の時もですね、日銀の理想というんでしょうか、日銀の目標ということをはっきりさせているわけですね。で、この賃上げとそれから物価上昇の好循環ということなんですが、それを言っておきながらですね、やってることは違うんじゃないかというのが、私の今日のお話なんですよ。日銀の言うこととやってることは矛盾していると。ある意味では正反対だということをですね、私は今日指摘したいと思っているわけであります。どういうことかと言いますと、今この賃上げと物価との好循環、この賃上げというのはですね、今年の3月になりますと、3月から4月の間になりますと、連合がですね、経営者側といろいろ交渉をしまして、俗に言う春闘というわけですが、この結果がですね、3月に出て、おそらく、いろいろ市場の予想なんですけども、日銀も期待しているところがあるんですが、去年の賃上げよりも今年の方が大きくなると。数字で言うとですね、5% 前後になるのではないかと。去年は 3. 何%だったんですが、今年2024年は 5% 前後、あるいは 5% を超すんではないかという、こういう市場の予想、あるいはまた日銀の予想があるわけなんですね。そうすればですね、日銀が言うように順調に賃上げが行われると、賃金が順次上昇すると。それに伴って物価が順次上昇すると。そして、行くところは 2% だと。これがですね、日銀が描いている理想であり、そう発表しているわけなんですね。連合の方がですね、この賃上げをする最大の根拠は物価なんですよ。物価が上がることが、最大の理由で、これが賃上げの根拠を主張するですね、最大の根拠になっているわけなんですよ。だから、この物価と賃金と物価の好循環と、これが行われるためには、賃金が上がらなきゃいけないわけなんですよ。そして賃金が上がるためには、物価が上がらないと、賃上げを要求する根拠がなくなると。こういうことになってるわけなんですよ。さて、日銀はですね、今回の金融政策決定会合で、先の見通しについてですね、物価の見通しですね、について、発表したわけなんですが、来年、すなわち2025年ですね、2025年の、短観といいまして、短期、日本の企業のですね、予測をするわけなんですが、その中でですね、物価の予測がありまして、2025年から先はですね、2% 以下になると、こういうふうに発表してるわけなんですよ。来年からですね、物価が 2% を割ってですね、そして下がっていくということになると、連合としてはですね、賃上げの根拠がなくなってくるわけなんですよ。で、そうするとですね、賃金の上昇がここで止まってしまうわけなんですよ。ね。で、そうするとですね、これ、日銀の言うですね、賃金と物価の好循環ということもなくなってしまうわけなんですよ。そして、行く先はどこかというと、黒田総裁が2013年4月の4日に異次元金融緩和というのを発表して大規模な金融緩和を行ってきたわけなんですが、今日も続いてるわけなんですが、これは物価を 2% に持っていくための戦略なんですよ、政策なんですよ。ね。つまり、物価っていうのは需給のバランスで決まるんですが、日銀がやってることは、日銀が誘導している物価水準というのは需給関係とは関係なく、通貨すなわち円のバリューを下げることによって物価を上げる。そのための金融緩和なんですよ。ね。ギミックなんですよ。で、そのギミックを続けてきたんですが、全くその効果がなかった。ところが、2020年の3月のパンデミック、すなわち新型コロナでですね、いろいろ物流が滞るとか、サプライチェーンが崩壊したとか、あれとかこれとか、原油価格が上がったとか、いろいろありまして、それでインフレに突入したわけで、日本もインフレになる、アメリカもインフレになるということなんですが、これはですね、日本にとっては一時的なことなんですよ。アメリカにとっては、一時的プラス本来ということが言えるわけなんです。どういうことかというと、アメリカはですね、常に需要が供給を上回っているインフレ体質なんです。日本は逆で、供給が常に需要を下回っている。つまり、供給が、過剰供給国家なんですよ。これが日本経済の体質なんですよ。だから、ほっとけばデフレになっていくんですよ。だから、通貨のバリューを下げること、すなわち金融緩和をすることによって物価をですね、上げるという政策を日銀がずっと続けてきたわけなんですよ。で、2025年の話なんですが、もうすでに日銀はですね、物価は下がると見てるわけですよ。下がると思いますよ。なぜならば、デフレ体質なんですから。ね、手を打たなければ必ずデフレになっていくんですよ。だから、日銀がこの予測しているのはまさに正しくて、来年からはですね、物価は 2% を割ってですね、どんどんとまた 0% に下がっていくと。そうなっていくんですよ。これは日銀の読みは正しいですね。で、そうするとですね、物価がどんどん下がるのにですね、連合は賃上げの要求ができるのかっていうことなんですよ。そういうことが分かっているにもかかわらず、物価と賃金と物価の好循環、ね、これを進めてるとか、その方向へ向かってるっていうのはどっから出てくるんですかね。国民は日銀に言われると、そうですか、そうなんですか、そうなんですかと言ってですね、一億総白地と言うと怒られるかもしれませんけれども、日銀というですね、国家の債権者、日銀が金を創造して、その金を政府が使って、この国家が運営されている。そういう意味では日銀は債権者で、国家は債務者なんですよ。だから日銀は誇りを持ってるわけですよ。ね。その誇りにあぐらをかいて、いろいろ、まずいことを過去においてですね、日本経済30年間衰退と。いう状況が続いたのは、1にも2にも全て日銀の責任ですよ。日銀が間違った政策をやった結果なんですよ。そしてまた、今ですね、賃金と物価の好循環ということを口にしながら、賃上げができないように誘導しているのはどこの誰なんだっていうんですよ。日銀じゃないですか。ね。だから、我々はですね、やはり物事を冷静に日銀がこうだこうだというと本当にそうなのかなというふうに疑う癖をつけないと、日銀という国家に対する債権者、大親分ですよ。地主、大家さんですよ。で、国家は田中ですよ。ね。そして国民は田中の、また田中ですよ。ね。だから日銀はもう偉い、お上だから。で、お上の言うことはですね、もう疑うことなく、はいはいとこう従ってきたから、今日のように30年間、経済死に体になったんですよ。だから、悪いのは誰かということではなくて、我々国民がですね、この日銀が言ってることは本当に正しいのか正しくないのかということをですね、精査して判断して、それはおかしいんじゃないかというですね、国民が声を発揮していかないと、代議士さんたちも声を発揮できなくなるんですよ。ね。そういうことを今更言ったってですね、どうこうするわけではありませんが、少なくとも私のお話を聞いてくださっている皆様方は、日銀が発表したこと、裏には何があるのだと。まあ私は不思議なことには裏があると言い続けてきているわけなんですが、日銀がこういう発表したその裏は何かということをですね、考える習慣をぜひともつけていただきたいと思っている次第であります。今日はこの辺で終わりといたします。